前回に引き続きというか、なんというか、まあ、グローブね、なんかね、まあ、多分、まあ、おそらく中国製なんですけど、なんか、まあ、わかるかな、なんかここがもう2層になってるというか、拳の部分が、実際握るとやっぱり、まあ、握れなくて危なくて、こんな感じで、こっち側に拳が当たるっていうより、まあ、形だけ整えればいいやって感じだね。もう、さすがこれは使うのは危ないんで、もうちょっとね、もうこれ多分、ずっと着てなくて、もう1年以上なるんで、まあ、処分してしまおうと。でも中がやっぱり気になるなと。まあ軽いし、まあ多分、多分かなりチャッチーとは思うんですけどね。ちょっといろいろ、せっかくなんで捨てる前に解体してみようかと。大丈夫かな、この買ったね。どっからどう切ればいいんだろうな。やっぱりね、気になるのがここなんで、この横から行った方がいいのかな。そのまんま。カッターの刃がないというか、いいねえな。でもどうでもいいや。グローブ買いたいでしょ。この部分が一番見たいんだよな。意外にしぶとい、しぶとい。やっぱり、割れちゃってんだな。なるほど、割れててこうなったんだ。割れてて、一層式ですね、こう。握ってるだけで割れちゃう。結構、普通は3層ぐらいになってるはずなんですけどね。まあ、予想通りというか、多分これすごい単価が、このメーカー見ると安かったんで、まあ、こうなんか、なるほどね、っていうか、まあ、最初は何でもいいよと言うんですけど、やっぱり、怪我することとか考えると、ある程度、なるほど。中で見事割れてましたね。で、あまりちょっとやっぱり、割りやすすぎるのは、ちょっとね、まあ、最初は、何でもいいと言いながら、まあ気持ちは上がるんですけどね。もうペラペラだ。まあ、グローブの形をしてる。まあ、なんていうのかな。中でこうね、粉々にならないように、こうビニールで包んであったりするんですけどね。まあ予想通りというか、まあこんなもんですね。